こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですウクライナ国境に近いロシアのベルゴロドで傭兵集団ワグネルを率いるエフゲニープリゴジンの選挙ポスターが貼られているのが目撃されていますまたプリゴジンを大統領に選出しようという集団の車列の動画も SNS に上がっています今日はこのことについてお話します この写真は5月27日に SNS にアップされましたベルゴロドの建物の外壁に貼られたプリゴジンの選挙ポスターだといいますこちらは別の場所に貼られた同じポスターです強力なリーダーエフゲニープリゴジン信頼と安定と書いてありますまたこちらは電信柱に貼られています こちらの映像は5月29日に SNS にアップされました。プリゴジンを大統領に選出しようという集団の車列がロシア国旗やロシア帝国運動の旗をかざして走っています。場所はロシア国内としていますが、詳しい場所については触れられていません。旗をかざして走る車の数を数えたところ、21台ほどの車が見られました。 結局、プーチン政権当局は集会の開催に必要な書類の提出が遅かったことを理由にして、この集会を禁止したということです。アメリカ国防情報局の元諜報員で安全保障コンサルタントのレベッカ・コフラー氏は5月19日アメリカの FOX ニュースに寄稿して次のように述べました。 次のロシア大統領選挙は来年2024年3月17日に予定されています70歳のプーチン大統領は再び出馬する可能性が高いですが政権移行を検討している可能性もありますその場合プーチンが絶大な信頼を抱いてきたプリゴジンを後継に選ぶ可能性もありますもしプーチン大統領が後継にプリゴジン氏を選出した場合 2000年にボリス・エリチンがプーチンに大統領の座を譲ったのと同じように2024年の選挙は単にこの結果を現実にするために行われることになるでしょう。今後10ヶ月間でロシア当局とプリゴジンの関係がどのように展開するか次第ではありますが3通りの結果がありえます。すなわちプリゴジン氏は死ぬか、 ウクライナでのロシアの失敗のスケープゴートとされるかもしくは次のクレムリンの占領者になるかこの3つのうちいずれかの結果になるでしょうアメリカ国防情報局の元諜報員のレベッカ・コフラー氏はこのように述べました「プリゴジンはショイグ国防大臣やゲラシモフ総司令官とは不具大転の敵です。 万一プリゴジンがクレムリンの主となった場合、プリゴジンはセルゲイ・ショイグを粛清する可能性さえあります。一番それをよく知っているショイグは、そうなる前に何をするでしょうか今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。